北広氏、北広木北広九1943年12月10日台は、日本の獣医学者、獣医微生物学。君党は、随法、重光明。学位は獣医学博士、北海道大学、1977年。北海道大学名誉教授、日本学士院会員、文化功労者。武田薬品工業株式会社光工場最近部。 での勤務を経て、北海道大学獣医学部教授、北海道大学大学院獣医学研究科教授、北海道大学大学院獣医学研究科研究科長、北海道大学獣医学部学部長、北海道大学人獣共通感染症リサーチセンターセンター長、北海道大学ユニバーシティプロフェッサーなどを歴任した。 1943年12月10日生まれ、北海道出身。1962年3月、北海道札幌南高等学校を卒業した。その後、北海道大学に進学し、獣医学部の獣医学科にて学んだ。1967年3月、北海道大学を卒業した。そのまま、北海道大学の大学院に進学し、 獣医学研究科の予防治療学専攻にて学んだ。1969年3月、北海道大学の大学院における修士課程を修了した。1969年4月、武田薬品工業に技術研究職として入社し、高校上の細菌部に配属された。それ以来、1976年2月まで技術研究職として勤務した。 同年3月、母校である北海道大学に転じた。獣医学部の講師に就任し、1978年3月まで務めた。獣医学部においては、主として家畜衛生学講座を担当した。その間、博士論文、Studies on the Development of New l e p t o s p u i d e r b a c h s i n e s を執筆し、1977年9月30日に、 北海道大学より獣医学博士の学位を授与された。1978年4月、北海道大学の獣医学部にて助教授に承認し、1994年5月まで、勤めた。それと、並行して、にて、1980年12月から1981年11月まで、客員科学者を、1986年1月から1987年1月まで、 カルノフスキー賞昇平研究員として、客員教授をそれぞれ兼任していた。また、1989年1月から同年3月にかけては、国際協力事業団の派遣専門家として、ザンビア大学の教授を兼任していた。1994年6月、北海道大学の獣医学部にて教授に承認した。大学院重点化に伴い、翌年4月より、 大学院の獣医学研究科の教授が本務となり、以降2012年3月まで務めた。その間、1995年6月から2001年4月にかけて北海道大学の評議員を兼務した。2001年5月には獣医学研究科の研究科長と獣医学部の学部長に同時に就任し、2005年4月まで両職を兼務した。また、 2005年4月には新たに発足した人従共通感染症リサーチセンターにてセンター長に就任し2012年3月まで兼務した。さらに2007年12月12日には日本学士委員会員に選出された。2012年3月北海道大学を退職した。これまでの業績が評価され翌月 北海道大学から名誉教授の称号を送られた。なお、退職後も北海道大学の大学院にて獣医学研究科の特任教授として再雇用されることになり、2012年4月から2014年3月まで同職を務めた。同時に2012年4月から北海道大学の人獣共通感染症リサーチセンターにて統括を務めた。 2014年4月から2016年3月にかけては北海道大学の人従共通感染症リサーチセンターの特任教授と国際連携教育局の特任教授とをそれぞれ同時に務めた。2016年4月からは北海道大学の人従共通感染症リサーチセンターにて特別招聘教授を務めた。同時に 北海道大学より、ユニバーシティプロフェッサーの称号が贈られた。2017年4月、長崎大学の感染症共同研究拠点にて、拠点庁に就任した。同年5月には、随法、重光明を授与され、同年11月には、文化功労者として検証された。専門は獣医学であり、特に獣医微生物学といった分野について、研究している。 具体的には、ウイルス学、微生物生態学、感染病理学などについて研究している。特に鳥インフルエンザの起源と流行予防の研究では、国内第一人者であり、新聞やテレビなどへの出演も多い。業績は高く評価されており、多数の賞を受賞している。2005年6月13日には、インフルエンザ制圧のための基礎的研究、課金、 家畜及び人の新型インフルエンザウイルスの出現機構の解と交代によるウイルス感染性中和の分子的基盤の確立の功績により日本学診賞を授与されている。その他、1982年4月には日本獣医学会賞を2002年3月には北海道科学技術賞を2004年11月には北海道新聞文化賞を 2005年4月には日本農学賞と同時に読売農学賞を2016年10月には北海道厚労賞をそれぞれ受賞している。また2011年11月には農事功績表彰の緑白自由講賞を受賞している。なお、自身の所属していた北海道大学大学院獣医学研究科の動物疾病学講座。 微生物学教室に対しても2009年2月に畜産対象が授与されている。日本学士院では北の研究業績について夏にカモが営像するシベリアの故障水中に存続しているウイルスが渡りカモによって中国南部の池に持ち込まれそこでアヒル島を介して豚に伝播する経路を明らかにしました。人と鳥のインフルエンザウイルスに 同時感染した豚の呼吸器で新型ウイルスが出現する機構を実証しましたと紹介したうで世界の抗病原性鳥インフルエンザと新型ウイルス対策並びに人獣共通感染症克服のため広範な研究を展開し国際協力研究にも多大な寄与をしていますと称えている日本国内の既存の獣医学部を統合再編すべきと主張している具体的には 既存の獣医学部の統合再編で教育の中身を充実させるべきだと主張するなど獣医学部の数を増加させるより教育や研究の質を向上させるべきだとしている。加計学園が運営する岡山理科大学の獣医学部新設が認可された際には獣医学部は教員の数が少なく一人当たりの単が大きい。これ以上新設したら教育の質が下がることになると苦言を呈した。 この岡山理科大学の獣医学部新設に橋を発した掛け学園問題については、新設の必要性の議論が十分になされないまま、認可の話が進んだと疑問視している。なお、掛け学園問題に関連し、内閣総理大臣の安倍晋三が、地域に関係なく意欲があれば、二校でも三校でも、どんどん認めていくと発言し、獣医学部のさらなる新設を示唆した際には、北は、 安倍首相は獣医業界の現状を理解していないのではないかと指摘した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。